ジュラオンバ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 ジュラオン。時は今千年の呪縛は破られた。吹く風に突き上げろ自由のバジュラオン。蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らない。お前だけれど吠えろ全機全機。いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳に。そうさ全機全機。その輝きこそ愛という無限の力だ。バジュラオンバジュラオンバジュラオン。その昔、縁の大津に命を受けし赤き御法の寄進あり。その名を善鬼。善鬼金剛の力にて、この世を跋扈せし魑魅魍魎どもを瞬く間に払い沈めたり。そして今、この世に災い現れし時、無敵の鬼神善鬼は再び蘇らん。善鬼が復活してからっていうもの、私の私生活はもうズタズタ。そりゃ小津様の55代目の跡継ぎとして善鬼を使って世のため人のため、ばあちゃんは善鬼殿って呼べってんだけど、そんな呼び方できるわけないわよね。とにかく戦わなきゃいけないのは分かってるんだけど、学校だって行かなきゃいけないんだからさ。何しろ私はまだ16歳の女の子なの。そこんとこ分かってほしいんだよな。権藤さん、あんたこりゃ掘り出しもんだ。また転売して大儲けできますよ。たかが壺にいくらでも金を出そうっていう物好きは結構いるからな。おかげで俺も儲けさせてもらえるよ。こいつなら2億出しても欲しいってやつはいるね。お互い笑いが止まらないね。俺は子供の頃から札束の匂いが大好きでね。壺の代金は明日振り込んでおくよ。またごひいきに。なんとコケザルの壺じゃと。で、いくらで売ったんじゃ。1億。なに、わしなんかかわいいもんよ。権藤さんは転売してもっと稼ぐつもりだ。やっぱりここだ。ん？なんじゃ、うるさいな。油売ってちゃダメじゃないの。お寺にお客さんがたまっちゃって栗林が困ってるよ。お前の方に回せばよかろう。どうせ親戚なんじゃ。コケザルの壺が見つかったというのに、のんきに商売なんぞしておられるか。は、コケザルの壺？何それ？近いぜ。コケザルの壺、鎌倉時代、瀬戸焼の開祖加藤景正が道元上人に頼まれて焼いたという幻の壺じゃ。その表面は極めて繊細できめ細かく、苔でも滑らない猿ですら足を滑らせるというのが名前の由来でな。後に丹下左膳も愛用したと言われておる伝説の壺じゃ。千秋、驚くなかれ。1億円の壺ぞ。
一目実物を拝みたかったの。一郎くん、すごーい。くぅ、いい匂いだぜ。腹痛い。前期、あんた一体何しに来たの？うるせえ。俺様が何をしようと俺様の勝手だ。お前につべこべ言われる筋だよね。ちょっと何やってんのよ。ん？それは死柄木の一品。そこまで無造作につかむとはさすが前期殿。欲のない清らかなお心。ねえな。なんと。これも違う。これでもねえ。ここのものを壊してはなりませぬ。話せってな。千秋、ひとまず前期殿を連れ出すんじゃ。親父にまた寄らせてもらうぞ。鬼悪魔。カルマ様に伝えよ、壺が売れたと。バカ者！よりによって骨董品を壊しまくるとは、どうやって弁償するつもりだ？ごめんなさい。やはや、なんともこれがその。十回！だからあれほど言ったはずじゃ、骨董品に凝るとろくなことにはならんと。でも。そうじゃ、何しろ前期殿が。俺様は腹が減ってただけだぜ。いいじゃねえか、壺の一つや二つでガタガタ騒ぐなって。うるせえな。前期殿、前期殿、訳を聞かせてくだされ。あの店に何しに行ったのかな。あの店から匂いがしてたんだよ。憑依の実の匂いがよ。ああ、こんな壺が金を生むとはな、全くボロい商売じゃ。おい、コケザルの壺よ、お前いくらで買ってもらえるかな。頼むぞ、金を生んでくれよ。2億と言わず3億でも4億でも。お前たちに連れ出されて言う暇なんかなかったじゃないか。何、人のせいにするな。はぁ、おろろって、やめんか。前期殿、結局太鼓堂に憑依の実はあったのかなかったのか、どちらじゃな。さあな、匂いの名残があっただけだからなかったのかもしれねえよ。じゃなきゃこの女が食っちまったか。あんたみたいに卑しくないわよ。はぁ、ん、かけざるの壺。なんじゃと、太鼓堂にコケザルの壺があったというのか。あの土地なり金のゴンドさんが買っていったと言っとったぞ。なんということじゃ。わしもうろ覚えじゃが、あれはその昔道元商人が憑依の実を封印するために加藤景正に焼かせたといういわくつきの壺じゃ。おしょう、寺の住職のくせにそんなことも知らんのか。道元商人とは宗派が違うわい。すぐに権藤家に向かうぞ。権藤さんが封印を解く前に壺を取り上げるんじゃ。はい。おいおい、みんなで何を騒ぎしてんだよ。あんたも来るのよ。お前の望みは何だ。金だ、金が無限に欲しい。黄金などはどうだ。ああ、欲しい。どうしたらいい。壺の中にいいものが入っている。欲望を解放してくれるぞ。砂金だ。金、金に変わった。金だ、金だ。みんな金になれ。
だから何しようってんだよ。腹減ってしょうがねえのによ。あんたまだ事情が分かってないわけ。腹減ったら無性に減って、これから憑依の実を食べに行くのよ。何そら早く言え。おせえぞおめえら。ああ、なんだ。これは遅かったか。とにかく権藤さんの家に行くのじゃ。そこ行けば身が食えるんだな。はあ、金の小便なぞ生まれて初めて見たの。人間長生きはしとくもんじゃな。ぐずぐずしとらんで早う来い。痛いな。金だ。すべてのものが金になる。これは最高の壺だ。素晴らしい。よし、式神町を黄金の町にしてやろの仕業のようじゃな。太鼓同盟物騒な壺を売りおって。そんなことはどうでもいい。壺どこだ。匂いが弱くてわかんねえや。俺の家で何をしている。権藤さん、俺の金を盗みに来たら。違うわ、私たちはあなたを助けようと。俺の金に近寄るな。いい匂いがプンプンしてくるぜ。俺の金に近寄る奴は殺してやる。いかん、こやつすでに憑依されておる。へっ、汚え面見せやがったな。女、早く俺様を元の体に戻しやがれ。こいつをぶっ殺してやれ。うるさいわね、命令するのは私よ。待つのじゃ。ここで前期殿を減輪させてはならん。は、殺せ、殺してやる。この部屋で戦ってはならん。高価な古美術品が皆破壊されてしまうではないか。何言ってんのよ。この煩悩和尚がそんなこと言うとる場合か。逃がさん。離せクソジジイ。戦わせろ。そうよ、この辺でもういいでしょ。いや、ならぬ。今度は何よ。相手をよく見よ。ケザルの壺を脇に抱えておる。1億の壺ぞ、1億。あれを取り戻してからでなければ戦ってはならぬ。そのバカな。当初私もやるからね。かまん、千秋やるんじゃ。あ、待て、死ね小娘。うわ、1億の。壺を返せ。樹海、逃げろ。壺を返せ。壺を返せ。返せ、壺を返せ。千秋、壺をどうぞに隠すのじゃ。1億の壺が割れてしまうぞ。まだ言うか。ごちゃごちゃ言ってねえで、俺様を早く元に戻せ。壺を。そんな壺さっさと割っちゃってよ。嫌じゃ。我らの勝ちだな。キラは誰、誰なの。気配を消しておる。何者の始末だ。
頑張れよ姉ちゃん。やれやれ、壺が無事で何よりじゃ。殺してやる。ゼンダマガロジャナビズールの憑依の身を闇より入れよう。その者の煩悩を解き放て。金だ、ついに俺自身が金になった。素晴らしい素晴らしい、俺は金の神になった。我とくる不信の呪縛、奇獣の刃にて軍師を断つ。神前期、ここに元輪。さて、憑依の実がようやく食えるぜ。殺してやる。この野郎。前期殿、壺を割ってはいけませんぞ。どけ、女。このうちゃ、さもないと体が金になるぞ。ああ、私の服が。夜はもう冷え込むからの、風邪ひくぞ。チカチカと眩しいってんだよ。前期殿が金になっていく。前期殿、畜生、手が使えねえ。変えてやる。この世の全てのものを金に変えてやる。貴様もな。くそ。逃がすか。よく。前期金の鬼ができるぞ。金だ、とどめだ。やろう、調子に乗るんじゃ。やった。壺が、金の壺が。たかが壺の一つや二つでガタガタ騒ぐんじゃねえ。いいようにいたぶってくれたな。俺様猛烈に頭に来たぞ。壺を、俺の壺を返せ。この前期様の力見せてやる。壺を返せ。地獄に落ちやれ。くあ、バジラー。俺の金が、俺の金が。うめえ、ようやく腹いっぱいになったぜ。ちくしょう。
あ、またやりやがったな。リングが前期を戻した。いやよな、元に戻せ。ダメよ。やれやれ、物騒な壺じゃったの。ばあちゃん、さっきの木は？正体はわからぬが、ただものではないようだの。誰だったのかな。世の万物はいつか必ず滅びる。だからこそ美しいのかもしれんな。千秋、お前にもいつか本当のものの美しさが分かる時が来る。お主に言われとうはないわ。こうしてコケザルの壺は本当に伝説の壺となってしまいました。太鼓堂のおじさんは結局1億円を手に入れることができず泣いてたけど、まあしょうがないわね。何しろあんな怖い壺を売っちゃったんだから。きっとね